加藤二郎は東京都調布市出身のフリーランスアナウンサー。一部の番組では TCP アーチストと業務提携をしている。本名は加藤二郎。スカイエ A、EX スポーツ、八戸テレビなどが中継しているアジアリーグアイスホッケーやスポーツ ISPN や J スポーツで放送していた NHL アイスホッケーの実況をすべて担当。またソチオリンピックでも ジャパンコンソーシアムが放送しない男子アイスホッケーの試合の生放送を n o t v で全試合実況するなどしてウィンタースポーツファンも認める表情の格闘技の語り部。アイスホッケーだけでなく野球、バスケットボール、バレーボール、アメリカンフットボール、キックボクシング、フィギュアスケートなど様々なスポーツの実況を幅広く担当している。 東北楽天ゴールデンイーグルスの生中継の実況で用いてスリーマウンテンズの名付け親となったり J キックボクシングではファイヤー、原田の独特な日本語をあえて日本語に翻訳し直してリングインタビューを行うなど多くの逸話を残していた。しかし近年はアベマ TV やニコニコ生放送などで実況を担当。実況を進めながら視聴者からのコメントをいじる。 スタイルが好評で、他のアナウンサーの担当試合よりもコメント数が多く、人気を博している。もともとは、フリーライター出身なので、スポーツや音楽記事の執筆もしているが、長年観戦し続けている熱心なアイスホッケーファンが、待望する、アジアリーグアイスホッケーのオフィシャルプログラムで、シーズン展望や、注目選手の記事を担当。アジアリーグ開始以前の日本アイスホッケーリーグでも、 オフィシャルプログラムの記事執筆を担当していた。最近は海外メディアでのアイスホッケー記事の執筆も担当している。2016年からはヤフーニュースで表情の格闘技の語り部、加藤二郎がアイスホッケーを語るのタイトルでページが設けられ独自の視点から国内外のアイスホッケーら話題を伝えている。アイスホッケーに限らず アイススレッジホッケーでは国際大会の公式アナウンサーを長く担当。バンクーバーパラリンピックとピョンチャンパラリンピックの中継では NHK の解説者を担当した。一方でソチパラリンピックや世界選手権ではスカパーライブのメインアナウンサーとして決勝戦などメインゲームの実況を担当していた。ありがとうございます。